どうも、しゅんです。こんにちは。こんにちは。元しんなりメンバーの塚木雄です。はい。元しんなりメンバーの星かけるです。はい。よろしくお願いします。お願いします。いや、元っていうのがね、寂しさも感じつつ、しゅんダイアリーに出すわけじゃないから知らない人も多いと思うんですけど、もともと僕ら株式会社ダイアリーという僕らの会社で、ちょうど1ヶ月前ぐらいまでインターンをしてくれてた星くんときーちゃん、今年から社会人1年目ということで、社会人になっての近況報告と、今どういう感じでしてるのかなっていうのを、ちょっと座談会形式でお聞きできたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、社会人になって。社会人最高っす。社会人最高っ最高っす。でもさ、2人は結局1年ちょっとぐらいインターンして、まあ、働いてたみたいなもんだとは思うんですけど、うん、2人とも結局大手企業にね行って、ひーちゃんはメーカーで、星くんは IT 系の会社に行ったと思うんですけど、2人とも大手で、僕らの会社の規模感と全然違う体制というか風土も全然違う会社に行ったと思うんですけど、だってね、さっき雨漏りしてやばいみたいな ない環境に行ったと思うんですけど、2週間ぐらいくらい経って社会人どうですかっていうのをちょっと聞きたいです。最高っす。まだ研修とか。僕は研修ですね。おー、きーちゃん。私も研修です。2週間ぐらい、まあ、社会人になってみてのざっくりした動きの感想からちょっと深掘りできたらなと思ってます。じゃあきーちゃんからどうですか、はい、社会人になって。私もすごい楽しい。まだ研修しかしてないですけど、うん、まあ、その会社に入って、うん、結構やっぱテンション上がるし、同期と話しててもみんな最初だからかもしれないけど、うん、やる気に満ち溢れてるから、うん、そういうところに刺激もらうし、うん、あとやっぱりダイアリーの前にもスタートアップで働いてたんですけど、うんうん、まあ、2年インターンして、うん、スタートアップっていうのを知って、うん、大手っていうところに行くと、うん、なんかその違いがもうすごすぎて。どう違うか教えてほしいよ。まあ一番わかりやすいので言うと、お金の面で、こんなところにお金かけてなんか大丈夫かなって心配になるぐらい、まあ、お金がすぐ出てくるってちょっと言いづらくないけど例えば研修のなんか場所とか入社式の場所とかもね。ああ、そうですね、私の場合は泊まりだったんですけど、研修が泊まりってことだよね。あ、そうです。1週間ぐらい泊まりで、もう3食全部出るし、その宿泊施設も出るし、白米だけとかじゃなくて。あ、じゃなくておかずも出るんだはい、ちゃんとそっか、そうですよね。そういうのが結構すごいなって。学校みたいな感じだよね、そう考えると。うん、そうです。お客さんって感じなんだね。まだそんな感じかもしれないですね。ありがとうございます。星くんはどうですか。星くんも割とベンチャーで働いてたって感じですね。僕基本そうです。スタートアップもベンチャーも、でも大手は初めてなんですけど、いや、まあ、ちょっとお金ですね。お金がそうこの世は大企業を動かしてるんだなって思っちゃいました。へー、どういうところで感じましたか。それスタートアップでやり直すことあるじゃないですか、うんうん、1年間だけその売り上げを全部研修に使ってるわけじゃないですかあ、その額でね。はい、額で言うと、うん、って考えると、なんか今まではその奥っていう数字すごい、うん、すごすぎるなって思ってましたけど、うん、あ、この人たちにとって奥ってこの程度なんだみたいな、うん、感覚がまずあって、お金がすごすぎるなっていうのと、うん、まあ、さっき言った通り、その待遇よいしょよいしょしてくれるんですよ、うん、まだ研修中なんで、うん、あ、ないじゃないですか、ね、主題でパソコン配られるとかそういうのもなんか全部配られるし、ディスプレイとか、うんうん、スマホとか、なんかもういろいろあるんですよ。配られるんだ。配られるんですよ。はいはいはい。とかがやっぱめちゃくちゃすごいな、一人にいくらかかってるんだろうみたいな。そうだね。感じがあって、うん、入社式とかもすっごいでっかい会場で、食べ放題、飲み放題みたいな感じだったんで、いや、すごいなって、お金もらってしかも今勉強できる3ヶ月ぐらい研修あるんですけど。あ、3ヶ月もあるんだけど。僕3ヶ月研修があるんですけど、お金もらいながら勉強できるんで、しかもやりたいことやらせてもらってるんで、もう最高ですね。うん、確かにね、スクールお金もらえながら行ってる。いや、そうなんです。質が高くて、うん、めちゃくちゃ内容濃くて、うん、お金ももらいながらめちゃくちゃ分かりやすい内容で勉強できる。へぇー、実践的な内容。研修ってさ、俺全く経験したことないから知らわかんないんだけど、だいたい名刺のお渡し方とか。あ、それもありました。やったんだ、はい、え、教えてほしいわ、とかあと何内容は研修の3ヶ月も何にするの。僕は名刺あんまやってなくて、うん、ほんとプログラミングとか、はい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 、とかっすね、基本は。 IT スキル、 IT スキル系めっちゃやってますね。聞いちゃう。私は、まあ、名刺交換とか、うん、挨拶とか、うん、立ち方とか、まあ、振る舞いとか、あとは主席のマナーとか、そういう。え、何主席って。お酒の場。おー、主席って言うんだ。へぇー。勉強だわ。飲み会じゃなくて主席。飲み会じゃないんですね。継ぎ方とか。継ぎ方とか、まあ、その、どこに座るとかだったり。あ、神座ね。何回も怒られたことある。
え、首席ってさ、お酒がない場だったらどうなんていう会食だった。会食、うん、あ、そうなんだ。やっぱ勉強になります。やっぱ昔ながらの会社だと思うので、多分だからそういう伝統とか、うん、会社の歴史とかも学ぶ、うん、あ、そうです、そうです、そういうのも結構ありました。へえ、そっか、はい、じゃあ今学校がやってるみたいな感じなんだから。あ、そうですね、学校変わってますね。そっか、住む世界が変わったね。でもそういう研修とかがしっかりしてるっていうのは、前までは結構いらなくないって思ってたけど、あったらいい経験になるかもね。うん、まあ、あと簡単にやめられなくなるね。なんか申し訳なさ感じるし、確かに。うん、南さんか鳥さんが言ってたんですけど、うん、ベンチャー最高っすとか言ったら、やめていいよって言って、ね、うん、理由の一つに、その研修でもう新卒の初めての思いに行くときじゃないと受けられないものだから、うん、それを受けて、その社会人のビジネスマナーとか、そういうところを知っておくっていうのは今後めちゃくちゃ大事。何十年間かたって使えるから。って言われてて、それをなんか実感しましたね。へー、うん。そっか。どっちも経験するのはいいのかもね。どっちも経験したのが最高っすね。なんかまだ2人は仕事というか実務はまだやってないから何とも言えないと思うんですけど、いいところと意外とここ違ったなみたいなところはありますか？ベンチャーの方が良かったなっていうとかある？規模感の話なんですけど、はいはい、同期がその同じ職種だけでも130人、うん、でそれに生産系の人とかも合わせると本当に250人くらいいたんですよ、うんうん、だから全員と仲良くなるとかっていうのはすごい難しくて。確かにね。しかもどうせ配属でそれぞれバラバラになってるからみたいな、うん、だからそういう意味ではそのベンチャーで、まあ、その小さい規模感で、うん、まあ、自分が会う人たちと、うん、そうやって密にコミュニケーションを取って仲良く作り上げていくっていうのはなんか全然違うなって思って、まあいい点でもあるし悪い点でもあるかなって思います。確かにね、欲しくなるんです、ね、現時点では多分大企業のデメリットを感じる場面がない。なんか研修中だからって。確かにね、まあ、一番目立つのってなんかその仕事内容がやっぱどうしてもすごい端の端で採用されちゃうからつまんないっていう、はいはい、ベンチャーとかだと好きなことができるじゃないですか。採用権大きいみたいなのがやっぱでかいと思ってて、まだ仕事しないで、うん、それまで感じる場面はゼロなんですよ。確かに今本当学生の延長みたいな感じなのか。そうなんですよ、だからまだ感じてないですね。そうだね、良さっていうのはベンチャーの、うん、あとあれだね、なかなか研修期間3ヶ月とか長いね。確かに長いですね。え、キンちゃんも3ヶ月？いや、私は2週間やって、うん、もう入って、で、しばらく経ってからまたあるみたいな。ああ、そっか。で、はい、星くんはまだまだあと2ヶ月ちょっとあるんだね。そうですね、研修、プログラミング書いてます。へぇ、あれだよね、入社式の時さ、動画見てたって言われましたか？それはめっちゃ言われました。なんなら今日の朝言われました。僕、あの、引っ越したんですけど、はい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 、引っ越し先で駅に向かってる途中に、うん、急に自転車で来た人が、車の時で来て、うん、え、もしかして星さんですか？へぇ、僕新卒1年目なんですよって言ってそのままちょっと盛り上がって。すごいね。さすがに道端は初めてでした。なんか卒業する前とかってみんな結構飲み会開くじゃないですか、うん、そのタイミングで僕待ち合いたんですけど、うん、待ち合い飲み行ったら声かけられて、どうしたんですかっていうのと、入社式も10人ぐらい声かけられた。で10人ぐらい、すごいね。旬なやりマジやばいっす。いい意味でも悪い意味でもね。いやいや、それはいい意味ですね。いい意味でめっちゃすごいなって思ってました。ちいちゃんだからそれこそ研修で同級生100人とかだったらね、はい、見てる人も一定数いるもんね。だから見てる人が結構いて、キーちゃんですかみたいな。あ、そうです、そうです。まあ、なんか見てましたって思う。声かけられます。すごい。シュンダイアリーの視聴者ってさ、80% ぐらいは男性視聴者、てか男子校チャンネルじゃないですか。はい、僕も声かけてくださるの全員男子大学生なんですよ。もう言われてみれば12分の12ぐらい男性。男受けチャンネルなんで。話戻すと、社会人になって、まあ、まだ社会人って言っていいか分かんないぐらい2週間だと思うんですけど、うん、生活リズムとかって変わりましたか？私変わりました。どう変わりました？私は早寝早起きになりました。ここで働いてる時とか、結構1時とか2時とかに寝るのがデフォルトで、なんかそれで有名だったんですけど。うんうんうん、有名だったの？まあ、それは置いといて。まあまあまあ、うん、だけどもう楽しいけど多分気を張ってるから疲れちゃったってなって、うん、23時ぐらいにもうベッド入ってで6時前に起きるっていう生活になっちゃって、へえ、なんかそこはでもいいことだけどね、思いますね、うん、いいことだけど。星くんは？僕は良くなりましたね。
良くなるんじゃないですか。あ、星くんも夜遅かったね。僕めっちゃ遅くて、オフィス泊まったりしてたのに怒られたりしてたもんね。はい、そう、オフィス泊まって怒られたりしたんですけど、これは良くも悪くも、ベンチャーとかさっていろいろ言いましたけど、うん、決まってないじゃないですか、時間が、うん、いつまでやっていいとか、うん、いつまでやっちゃいけないとか、うん、で帰ってもなんかちょっと気張っちゃうじゃないですか、うん、連絡とか見ちゃったりするじゃないですか、うん、今それができなくて、絶対に。どういうことできないって。だからもう監視されてるというか。あ、分かる。どういうこと？ PC 開けるとログがつくんですよ。へぇー。何もできないんですよ。え、じゃあ連絡来ても次の日返すってこと？そう、その時間以降は分かんないです。通知も来ないんで。分かんなくて、だからそのおかげか、なんか前まではそのだからインターンとかやってたりすると、仕事と生活がぐっちゃぐちゃになるじゃないですか。だから夜になっちゃうんですよ、ワンムが。今結局決められてるんで、どんだけ遅くてもどんだけ早くても絶対その時間までやんなきゃいけない。でその後は逆には時間ができるんで、もう暇っすよ。寝ることしか、なんか寝るしかないんで。9時以降は絶対ダメみたいな。あります、そういう感じです。何時までにしてください。残業するとしても何時までです。へぇー、大企業じゃん。いや、そうですそうなんだ。そうなんですよ。だから、まあ、できないっていうか、よくも悪くもめちゃくちゃ生活関係良くなりましたね。そっか、じゃあまあ、オンオフが切り替わるというか、あ、はい、っていう感じ。おっしゃる通りで。で、わかんないわ、その感覚なんか。今朝土日も考えてる。確かに、土日もないんだ。土日はだからもう絶対できないです。え、出社してもいいんだ、でも。ダメです、ダメです。もう出社したらダメなんだ。ダメです、ダメです。社員調達すると、もう気持ちが。それも、残っちゃいます。どっちも残っちゃいます。え、じゃあ、めっちゃ働きたい人とかって、そうか、カフェで仕事というか、もうパソコンにやるじゃん、俺の頃のか。わかります。え、自分のパソコンでやってもダメなのか。あ、自分パソコンでやればいいんです、だから。あ、自分パソコンでやっていいんだ。いや、やっちゃダメですけど、うん、バレないですよね。ログがないから。そっかそっか。まあ、そんな人はいないのか、そんなに。まあ、そうですね。なんかさっきの話にちょっと戻るんですけど、うん、ベンチャーの方がいいところ、うん、みたいなので言うと、もっと仕事がしたいけどなんかできないみたいなのは結構ありますね。なるほどね、はい、まあ特性だね、それは。ほんと人によるね。まあでもこれ研修中なんで、研修中って人事は近いから厳しいんですよ。なるほどね。研修終わったら分かんないです。そうだね、そうだね。あと会社にもよるだろうね、コンプライアンスどんだけ守るか。うん、だフードとかにもよるだろうね。じゃあこれからはとりあえず今の時点ではめちゃくちゃライフワークバランスが整ってるというか、やっぱ大手企業はなんか辞める理由がないの。